はい、どうもこんばんは、カズチャンネルのカズです。いや、久々山来ましたわ。いいね。やっぱ部屋にね、いるのも好きなよ。部屋にいるのも、マジこれと同じぐらい好きかもしれない。だけどもやっぱね、この山のこのマイナス4風な感じが大好き。だ、結構やっぱ山いたんだね、この前の大雪でね。危なぁ。カメラ大丈夫かな。俺は治るけど、なんか怪我してても。いってぇ、危ねぇ、滑落危ねぇ。足痛かった。危ねぇ、カメラに集中してる場合じゃねえや。映ってる、カメラ壊れてない？ 5S。 おぉ、じゃあ足元見てあかんない。いってケツいって。ああ、ケツ痛くて座れない。はい、どうもこんばんは、ガシャレンのカズです。あー、みんなもね、ほんと気をつけましょうね、滑落とか。だからヘルメットとかした方がいいのか。ヘルメットした方がいいね、山来るときはね。頭ぶつけたらほんと危なかったかも、1メートルでもね。はい、というわけで、ほんと親戚山持ち多くて助かる。うん。なんでみんな山持ってるんだろう。はい、というわけで、久々に親戚の山来ました。ほんでね、今日何するのかという、あ、ちょっと壊れたかな、カバン。チャック、あ、治った。今のショックでなんかいろいろ壊れてねえといいけど。まあ本日はね、山の中で美味しくご飯炊きでございますね。はい、ほんでも、まあいろいろね、やっぱ自然の中で食べるご飯美味しいんですよ。ええー。あ、いやでも、ケツ結構痛えかな。ちょっと戻っていい？痛えから、ちょっと戻っていい今日。ちょっと。元の場所戻る。楽な姿勢でご飯食べたいわ。山ん中やめた。はあ、落ち着く。はあ、よいしょ。はあ、はい、お尻痛いの、今待ってきた。よいしょ。はい、改めまして、どうも、こんばんは。ちょっとまだ痛いわ。カズチャンネルカズです。はあ、ご飯食べようって企画ですよ。普通に。あ、長袖しててよかった。ほんと、いや、珍しく長袖しててよかった。ほら、肘こんなになってるもん。危ない、これしてなかったら多分すりむけてかんね。ほんで本日はね、いろんなちょっと仕入れてきましたよ。ね、まずちょっと土台作っとこうか。よいしょ。今日の机上がり。まあ、ほんで、まあ、山ん中でね、コンロとか、まあ、使ってご飯炊くことあると思うんですよ。これとかだな。このバーナーを使ったりとかあるんだけども、固形燃料とかだとね、もっとコンパクトなやつがあったりしてさ、面白いのあるのよ。うん、それがね、じゃじゃん、これでございますね。S ビットポケットストーブミリタリーってやつ。いや、これめちゃめちゃ小さいみたいなのよ。いや、どんなもんなんだろう、これ。開けてみよう。ちなみに価格1500円でございました。ね、うわ、なにこれ、かわいいの。1500円の割にはっていうか、結構しっかりしてない？あ、こう、ガチャンと開けて、これが燃料。ん？わかったぞ。こん中に、固形燃料が入ってんだわ。ほら、固形燃料が入ってて、全部で6つだな。
うん、6つ入ってて、そう、使ってみよう。よいしょ。今でいいの。で、この上になんかいろいろ置くような感じなんだけども、ほんでね、これと一緒に買ったやつが、じゃじゃーんと、これ。これかわいいでしょ。アルミの容器なんだけどさ、今ね、もうお米ちょっと入れてて、これ手すり。これ横のやつね、ペロッと。こんでいいのかな？お水も。ちょーっと。普通に入れろってな、お前。まあ、水分量がね、まあ、難しくはあるんだけども、0.5 も。わかる。毎日お米炊いてるからわかる、俺は。米と会話すればいいんだ。なもんか。あとは蓋をして、これに着火。ほんで、これ、使うとき、もう一段階、これ、こうやって狭めることできるからね。はい、着火しまーす。ん？ついてんのか。あ、ついた。ついてますわ。かわいい。な、あとはこれをバランスよくオンして、これで出来上がり？な、これでしばらく待つことにしましょう。美味しいの出来上がるよ。よし、あ、もういいかな。ちょっとね、お焦げの匂いがしてきた。どれ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 。やりすぎたかもしんない。だからこれどうやって開けるんだろう。熱いぞ。あ、ほんでこっちの方はもうほぼほぼ燃え尽きる感じ。ちょうど10分持たないぐらいかな、これ。12分使えるってさ。じゃあちょっと退場してもらいましょう。ちょっと退場でーすと。よいしょ。よし、なんとかしてみよう。おと、どんなもんだろう。あー、焦げちゃった。ちょっと、もうちょっと水が多かった方が良かったのかも。ちょっとだけ食べてみようかな。もうちょっと蒸らす時間が必要だったような気がするけど。ん？溶けてる。片面仕上がってるけど。で、燃料もなくなるからこれ楽だね。もう一個いこう、もう一個。はい、よいしょ、消えちゃった。ファイルだー、オン。ちょっとこれ蓋を使って、いや、今回ね、親鳥持ってきた。親鳥好きでしょ。福井の人好きでしょ。あとは靴かもしんないな。油がしっかり出てくれ、油を。さあ、これ取っ手がなかったからね、ちょ、ごめんね、ペンチで無理やり。いいよ、よいしょ、よいしょ。いや、たまらんでしょ、これ。よし、できたでしょ、こんで。オッケーオッケー。まあ、だいぶ余ったな。よっしゃ。じゃあ、消す。最高。何なんだろうな、こうやって直火で作った米の異常なうまさ。何なんだろうね、これってね。うめ。まとまね、今回はい、こんな感じでお会いです。無駄にこけてお尻痛くなっちゃったけど美味しいご飯が食べれて幸せでございました。今回のやつね、アマゾンではなくてアウトドアのショップで買ったので、アマゾンやるかどうか分かんないんだけど、これがね、これこのアルミの器かっこいいんだけどさ、この端っこの加工が
きっちりされてなくてちょっとザラついてるので、あのサンドペーパーとかでちょっとね、あのヤスリがけしとくといいかもしれません。でこれもなんかもいいね。あのガスと違ってもっと気軽に持ち歩けるような感じだからさ、あのほんと軽いだから、プチ なんだろうな、プチバーベキューとかこれでコンロでお湯沸かしてコーヒー飲んだりとかしてもめちゃめちゃうまいと思う。というわけで本日は固形燃料式ミニグリルでございました。